朝8時20分です。お家を出てね、今日はホームセンターバローに、イベントに行っていきたいと思います。まあね、お散歩がてらね、ちょこちょこキャンプ用品見るだけですけどね、おそらくね。はい、いい天気の土曜日なので気持ちいいです。積もってますよ。なんかね、愛知県ってあんまり雪そんな積もらないんで、北国の方からすればね、あの雪景色なんて別にいつものことでね、なんともないんだと思うんですけど、まあ愛知県民にとってはあの結構、感動ですね。左方向です。はい、あの雪が積もってますね。ここね、愛知県でもあの岐阜よりなんですよね。なので私の住んでる場所とはね、同じ愛知県内なんですけど、ちょっとね、あの方向が違うので、こんな感じでね、景色も違ってて、ちょっとね感動ですね。いやー、目の前のね雪山に向かってこう走る感じで最高ですね。あと思ったらこれですね、ホームセンターバローって書いてますね。ホームセンターバロー、ここじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。まあ、普段ね、ここに来るわけじゃないんでね、久しぶりに来たんですけどね、ホームセンターバローさんですね。ホームセンターね、本当いろいろ巡ってきて思うんですけど、まあキャンプ用品店とはまた異なるね、魅力があって、まあ一番は安いことですかね。ただ以前なら安いだけでちょっとね、品質的にどうかななんて思うところがあったんですけど、最近はね、安いだけじゃなくって、そのクオリティも高くってね、本当に使い勝手がいいので、いいんじゃないかなと思います。ホームセンターバロー、いやー、ホームセンターバローすごいな。何なんだこのイベント感。いや、これ子供来たら喜ぶよね。これはすごいね。そしてそこを抜けるとアウトドアワールド。いやー、すごいね。焚き火台もいっぱいあるし、テントもあるし、これはすごいな。まあ、ピラミッド焚き火台はね、よく見るけどね。チリストーブって、なんだろう。ちょっと使ってる感じかな。なんだろう。すごいね。これがすごいね。灯の焚き付け用巻き635円、小分け180円、すげえな、こんなに入って180円、それはやばいな。タブ缶のかわいいサイズ、タブ缶、なんか珍しいものがいっぱいあるな。この辺も面白いな。スウェーデントーチミニ982円、かわいいな、めっちゃいいじゃん。ソロでスウェーデントーチするんだったらちょうどいいサイズじゃんね。買っとかないといけないね。大きい方もあるね、3000円。テントもね、ソロ用が多いし、すごいな、なんかすごい気の利いた感じのものが多いし、
まあ値段もね、まあ、高いものから安いまでものまでね、なんか揃ってる感じだね。まあけどやっぱりキャンプ用品店よりは安いよね。これはすごいな、これはやばいな。ホームセンターではないでしょう。どう見ても専門店でしょう。これはやばいよ。これはホームセンターではないよね。メインの売り場かな。いやーこれはすごい。ちっちゃいぞ。これはやばいな。だって安いし。めっちゃいいじゃん。658円。これもいい。広葉樹だけどめっちゃ細割りやね。めっちゃいい。これは奈良もめっちゃいい。やばいな、これはやばい。やっぱりあれだね、普通のキャンプ用品店では全然違う品揃えだね。これはいい、めっちゃ欲しくなるものがめっちゃ多いね。なるかね。まあ直火でできるのはいいよね。割と頑丈だしね。なるかいいよね。いいけどね、値段が高いんだよね。そこがちょっとね。
これがね、めっちゃさっきから興味引くんだけど、クレームボックスライス6000円だけど、これ大きいもんね。四角て大きくて、なんだろう、このサイズはちょっと珍しいよね。これか、クレームボックスアウトドアマン。これね、めっちゃ惹かれるんだけどね、どんだけ焚き火台買ったのかわかんないからね。しかも使ってないやつがまだあるからねちょっと気が引けるね。やっぱりちょっと安いよね、6000円だもんね。まあネットよりは少し高いかな。まあけどね、面白いものが多いよね。焚き火台でもホームセンターの品揃えじゃないよね、この辺りは。ワイヤビット、チャムスもね、すごいよね、この辺も置いてんだもんね。ちょっとびっくりだね。トランスフォーム焚き火台、いやー、これ置いてるホームセンターって初めて見たな。ちょっとねすごいよね。まあ品揃えがね、もうこれは専門店ですね、どう見ても。